でも怖いね。正しい根拠を言えって言うの。正しい根拠を言え。ジェラ福岡全レース本気予想。今日は G1 福岡を1レースから12レースまで全部予想していきたいと思います。うわ4日目4レース目ぐらいで寝てそう私。1レースやる1レース1レース目は頑張ります。でルールは、はい、軍資金は3万円全部で3万円。うわこまごまやな。もう足りないで今日まあ2人だけなんで、まあ、ちょっと心細いかなと思いまして、はい、当たると噂の寺田さんにどこがじゃどこがじゃもう失礼寺田さんに前日予想をいただいてます。えもう予想してくれてるんだ。でもちょっと自分の力でももっと予想を頑張っていただきたいと思うので、はい、寺田さんの予想前日予想を見えるのは2人とも各1回ずつ。あそういうこと。じゃあもう1回もやんない。いや失礼マジで。と、後半からになるんですけど寺田さんに1回リアルタイム予想で、電話することもできます。あ大丈夫です嬉しい。じゃあ自分が困った時これどれ選べばいいかなと思った時かければいいんですね。そうこのレース難しいとか外れ続いて軍資金ちょっと1回当てときたいなとかいう時は。あじゃあ計2回でいいってことですか。その予想を見れるのと電話、うん、方としてはね電話。あまりにもひどい時は予想は見せたりはしていこうかなと思うんですけど、早速1レースから見ていきながら話していきましょう。はい頑張るぞ。あーほら改名予想1レースちょっとサービスで1レースは寺田さんの予想一応聞いておきますか。大丈夫ですそんなになかった。そうそうそう寺田さんのこと大好きだから寺田さん予想いきます。はいお願いします。1、2、3でしょ。本線が9点ありって狙い目が6点の計15点あります。15点コメントとしては1、古賀が先前先制狙いと、うん、いうことで1の234、はい、234、6、9点です。で狙い目が231の2346、23頭の1の2着付けですね。もう5は外してるんですね。5は外してますね。でも6フライングありますよね。そんなフライングあんまり古賀さん1着にしとこうかな、はい、ちょっと急いで書いてもらって、遠藤 M さんってでもさ結構あれでしたよね有名な。めっちゃお願いします。なんかさ取ってたよね。ちょっと買いに行く時間ないんで優勝戦うるさいな。おせかされちゃってうるさいな君は本当にもう誰絶対何これ嘘だもん使えるんだよ絶対ちょっと震えて怒るタイプみかんちゃんから。はい私は寺田さんに乗っかりました。1着1の234234です。6は捨てましたごめんなさい。よく走ってた寺田さん6入れてたけど、はい、で3連単で312と213寺田さん予想この穴の方から、まあ、選んだ感じですね。はいそうです、はい、こんな感じです。私は寺田さんのあんま聞いてませんでしたごめんなさい何も買ってない純粋やね。でも展示見てあの6号艇が結構 上手っていうかよかった、うん。あと風が左から吹いてるのでなんか頑張って入ってくれたらなっていうのと6入れてんだ。あとエミさん頭で3とあと2頭も買ってる。でも基本1頭です。いきますよ。はい1頭よとりあえずはね。そうねでも1はなんか頑張ってください。スタートいいよ4がいい 4がいいめっちゃ4いい。4頭だけはやめてよ。え頭じゃん。いや4頭やってますわ寺田さんから寺田さんほら言ったよ寺田さん。え 4?4 1の4 1ですね。4はえ4頭
号6号艇山下、21マーク4号艇浜田屋、1号艇5番もっと頑張って1、そしては5号艇の黒い、しかも切ってた5が入ってる。3着何今3着うわ見て、120とかついてる。3着今何ですか？5です。あ、じゃあどっちみち無理や。寺田全部違う。いやでも、あ3になる。あーやばい、2になる。気合入ったんすね。みんなね、でもほら見て、2になるか5になるかでみんな叫んでんじゃない？5じゃない？いや2かな、2。あー、わかんないのか。足は多分2の方が根節いいと思います。寺田さんのコーナーやっぱ なしにしよう。寺田さんに改名教えようコーナーにする。寺田さん今回善意でくれとるのに予想。優しい。え、何 4-1?4-1-2 です。2だね。80点何倍ですか？やば。およそ80倍で。500円買ってたら4万です。帰ります。もう帰ろう。電車の時間調べてください。今から一番早いやつ。最速で帰った。ということで今日は2人とも当たりませんでした。しかも本当に何も入ってないやつ。ええんじゃなくて今日はって言っとるんよ。いや、そのあれで分けてんだから1本目はその違う違う分けてない。ごめん。分かりにくい。8050円。いいなぁ、29番人気ですって。でも41にはちょっとわからんかったな、ね、スタートは1の方が抜いてますか？本当だ。え、本番もこの走りですか？本番もこの走り結構いいんだ。1、2、6。それは本番にならないとわかんないです。わかんないの？全員、うん、だってえ、それはちょっとちゃんとしてもらわないと困りますよ。たまに本当に入れ替わったりしてますよね、順番が。そうなんですよ。東大医学部も悪い。なんでそれしてる。そうだからだ。うるさい。本当だからだ。本当だからだ。根拠を言え、根拠を。TikTok でめっちゃ出てくる。TikTok に似てるんですか、この動画。そうです。でも4は問題じゃないですか。寝ちゃう寝ちゃう。数字見たら寝ちゃう。おやすみ。お眠り。じゃあ2レース、みかんちゃんからお願いします。みかんちゃんのタイム発表いきます。みかんちゃん今回は3連単に絞りました。あら、いつもいつも3連単しか勝ってない。確かに。けどもうさらに、あ、さらにね、激絞り、激絞り。125と132、412を1000円ずつ。いくね。理由はあるんすか？どうすか？理由はあるんすか？理由ですか？はい、勝率が、はい、じゃ 7.2 に乗ってる人です。あ、で固めてみたみたいな、はい、の中で、はい、オッズがちょっと魅力的なのに。ああ、なるほど。で、412は満州でした、はい、取れたらね。412は何理由あるんですか？412、さっき4が頭に来たんで、うん、ちょっと信じてみようかな。浅はか。そう。風が4の味方してるかもしれないと思って4-1に入れてみました。なるほどなるほど、うん、こんな感じです。すごい、はい、うまっと、まあ、1頭軸で、あと4頭も2個一応変えました。さっき6号艇の方が、ね、内側に入ってたので。確かに、もう準優確定ですよね。4着以内に入ったら6号艇の方、そうですね、まあ、4頭って言うんですけど、でも今回4号艇5コースですけど大丈夫ですか？うん、それはちょっと思ったけど、風がほら押すから、うん、でも展示は良かった気がする。ただ6を3着に入れるかめっちゃ迷って、そこだけが心残り。でも渚選手は上手い選手なんですよ。そう、1頭です。ちなみに勝った後の寺田さん予想聞いとく？あ、聞きたい。そうしましょう。寺田さん予想、本戦が8点、1の5、6、流し。狙い目が5の1、6、流し。5なんだ。5で。やっぱ5ってやっぱり柳沢選手です。なんで5？でも言うて勝率あれじゃないですか、これ。そうですね。柳沢選手は…これあれじゃないですか、寺田さん、レース順間違ってるんじゃないですか。予想するレース順。ちなみにでも柳沢選手は、まあ、2着以内で、次のレース次第でまだチャンスあります。そうですよね、7です。そうです、そうです。
よし、3がいってる、ね、わー、3あ、3なんかあるよ。いや、3がいってる。でも4も、あら、はい、2なん仕事あ、いいとかさっき3が、あー、いけないか。オリコンに1、え、1、3にまた、はい、2飛んでったよ。1、3、4、ね、さっき言ったより、1、3、4の20倍じゃなかった。だから言ったでしょ。まだ分からんよ。まだ分からん。6意外と、え、緑黄色に、めっちゃ頑張ってる。1、6、1、3か1、6。ねえ、2、なんであんな吹き飛ばされちゃったんですか。ちゃんと刺したのに。風じゃない。1、6なら寺田さんあたり。あー、厳しい。1、3、4ですね、今。え、でも5も頑張っとうね。てか本当に分からんすね。やっぱ自分のそうですね、途中で結構入れ替わるので。1、4、5あるよ。ある？え、すごい。1、4、3あるよ。1、4、6あの安いから。1、4、6あるよ。え、6もあるの。1、4、5が一番高い、23倍あります。1、4、5あるよ。1、4、5です。でも、こまごまかけちゃった。何枚ありますか。何枚これ。あ、1、4、5145、え、いくらってこと。300円しかかけてない。え、でも6000、7000円ぐらい、7000になる。あ、あ、5、頑張れ。14、あ、けど3が一番高いですね。143、でも 200円だよ。 あんまり変わんないか。なんかさ、いや、5の方がいいですね。接点ね、接点ね。5の方がいい。この上手な人たちって。145ですね。はい、イエーイ。当たってないよ。当たってないよ。え、さっき見てたの1、4、5やったの。いやいや、これ1、3、4やろ、あれ。あ、20点ね。ピーちゃんが当たりで、はい、2360円、300円なんで7080円です。イエーイ。寺田さん2000円は外れです、ちなみに。やったー。私の方が当たっとるやん。ほんとやん。お、チャンネル登録お願いします。甘い飲み物とご飯食べれます。僕もいけるんですよ、実は言ってましたよね、前動画で。え、なんかこの間さ、信じられない。兄ちゃんが寿司食いながらチョコバナナシェイク飲んでたそれ見て私ゲロ吐きそうになりましたそれは私いけるかも。でもえと思って、全然俺大丈夫って言ってた。すごくない。雑炊食べながらラッシーとか。ラッシー、マンゴーラッシー。カレーなんだけしか無理ラッシーこの間ご飯屋さん行って、いちごミルクと普通にご飯食べて。いや、本当にすごい。でも私もなんかそんなこだわりないんですけど、なんかさすがになんかこう和と洋だけは区別して、まあ確かにね、炭酸はなんか大丈夫やけど、組み合わさったって考えた時にね。そう、なんでしょう、日本の風習じゃないですけど、なんかわかんないですけど、いや、し、ダメだったらもう写真って俺に LINE してくれ。ご飯の時はジュースダメです。しかもなんか日曜日は牛乳っていう謎のルールあって、うち、マジで夏日が届く。日曜日は絶対に牛乳だった。みんな、これはおもろい、明日牛乳なんですかね。そうです、明日牛乳の日で決まってるんです。日曜はなんか食パンとなんかスパゲッティとか牛乳みたいな。姉ちゃんとか牛乳嫌いやけど、日曜日は絶対に牛乳。それが麦茶。麦茶。やばいっすね。え、だってジュースとか誰かの誕生日の時ぐらいしかなんかないんや。飲んでなかったです。なかったな。すごいっすよ、なんか。それ以外麦茶。その縛りなかなか独特で素晴らしい。素晴らしいですか、日本って感じ。大人になっても変わりますよね。変わる。私も一人だけお酒飲まないんですよ。その反動機とか。だから一人だけジュース飲む。なるほどっすね。あ、でも両親がお酒飲まんけん、ずっとあれかも、お茶。あ、だけん、え、お家でお酒飲みます、みんなで。ない、そう、家にお酒があることがない。足ポリポリすな足ポリポリすな、タレントの前でポリポリ悪くないか。カメ発表、みかんちゃんからいきます。3ですね。これはこれって3連単ってことなんですかね。そうです。1着1頭だけにしました。1着は、はい、の3、4、2着3、4の
3着2、3、4、5の6点、はい、2です2です。500円ずつです。理由はオッズ選ぶですよ。あ、オッズ選びで行ったんですか。完全にオッズ選びで行きました。それしようと思ったのに。これで、なるほど、1頭なんだね。で3着を3、4にしたかったんですよ。このオッズが本当だ、本当だ、ちょっと魅力的な現実的な感じだったんで、はいはいはい、だから3着はもうどうでもいいです。2着が3、4であれば、はい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 、はい、私1頭と4頭、すごい3枚3枚、ちょっと計算ミスがあってね、3はちょっとあんまり入れてない、3はあんまり入れてない、3捨てですか。そう、3はあんまり入れてなくて1個だけかな、入れてるの、うん、で、モーターと勝率、さすが4号艇の方は勝率とモーター良かったのとですかね。でもまあ1は多分逃げて、うん、逃げ中心で、爆破は別に良かったですもんね。はい、今頑張れ。さあ、分からん、こういう時に3来たりするって。食べるな、指を。喋っていい、プライベートの話していい、うん、え、走る、え、プライベートの話絶対しとる場合じゃない。おー、一応一応来た、一応三着大事よ、ここで危ないよ。一応え、ちょっと待って、6、あ、でも6が来てますね、結構。え、でもね、3着6持ってないと6スタートを受け、知ってる、知ってる。一応でも5になりそう。145じゃない？145っぽい。145だったらどうなのって話。ちょっとあのちゃんと見とってよ。500円。27.6 倍。おいいよ。おお。6になる。ちょっと留学さ。ね、6になった。おい。嘘ね。ちょっと。6台取って3着、6台、まあね、使い分け、でもまあ5っぽくない？ここで回収しときたいよ、私は絶対に。いや、5ですね。よっしゃー、ほら、出ただろ、オッズ選び。あれ、うわ、詰めてる、詰めてますね、詰めてます。え、だ、誰が詰めた？ 3？ 4？ あ、そうね、3はちょっと、いや、え、3の方が高い、安くなるんで5がいいです。あ、違う、3の方が高いです。え、待って、めちゃくちゃ下がっとっちゃうけど、ほら、あ、それ、あの、更新してないパターンですか。ごめんなさい、今、携帯の方で使ってた。145、まあでも15点もついとったらよくないですか。そうですね、いくらかかります、500円なんで、5×15、 5×15、まあ、まず 5×10 したらいいね、はあ、5×10 50でしょ、うん、50で5,000、7500円ですね。あ、そうです、5,000、2,500円。サインバグ、え、7500円だけ、7500円、安い、いい方やん。うわ、嬉しい、嬉しいっす。ピチューピチュー、イエーイ。ピーちゃん、また回収、え、500円、え、いいじゃん。え、じゃあもうめちゃプラスやん。え、なんで私のさ、あのリアクション見なきゃ、なしょぼな、なんて思いよったんじゃん。これとで、オレンジジュース、あ、さすがと、肉うどんの、え、ミニ、普通の、普通の肉、行くね、村さん何枚あるんですか。500円ってことは、じゃあもう1万、約1万、1万。あら、俺やっぱさ、教えてあげよう、寺田さんに。え、危ない、これあと何周なの。大丈夫、これで終わり、これで終わりです。1、4、2です。命拾い。